ゆっくりお風呂で温まりたい。アサヒサンクリーンは様々な理由で入浴が困難な高齢者や障害者の思いを叶えるため、日本で初めて訪問入浴サービスを事業化しました。必要なサービスを必要な時にだけ提供する、お客様のことを考え抜いた介護サービスを提供する、それが私たちの使命です。2060年には65歳以上の割合は約 40% に到達します。今以上に介護が欠かせない時代になります。お客様にとって快適な介護サービスを提供するべく、訪問入浴介護を中心に様々な展開をしています。現在は全国に10支店250事業所の拠点を展開し、3400人以上のスタッフが活躍しています。会社の売上高も景気に左右されることなく右肩上がりの成長を続けています。私たちが作り上げた常識は介護職のネガティブイメージを覆します。ヘルパー、オペレーター、ナースの3人1組で1人のお客様にサービスを提供します。介護業界でありながら夜勤がなく日曜日もお休みです。研修制度が充実しているので介護業界に経験者が活躍しています。知識や技術を身につける新入社員研修、ホスピタリティを学ぶ接遇マナー研修、個々の成長に合わせて実施する階層別研修、受けたい時に受けられる e ラーニング研修、充実した研修プログラムがあるので自信を持って介護のプロとして働けます。スタッフの作業負担を軽減するための設備導入、浴室設備の軽量化、マッスルスーツ、カルテの電子化。ご入浴いただいたお客様から直接ありがとうの言葉をいただけたりとか、喜ばれている姿を間近で見られるということがとてもやりがいにつながっています。経験や資格等全くないところからで、正直不安はありましたが、充実した研修や先輩たちの温かいサポートによって、今ではオペレーターとして自信を持ってサービスの提供をさせていただいてます。日曜日休みと夜勤がないっていうところが長く続けれるのではないかなと思い入社を決めました。私が体調を崩した時があったんですけども、お客様のご家族様がわざわざ心配してくださって、遠いところからお見舞いに来てくださったのが一番働いていてのエピソードになります。今日はお入浴できるかどうかっていう利用者さん、正式対応にしたりとかいろいろありますけど、いつまでお風呂に入れるのかなっていう、そういう少しでも長く入れてあげたいなっていう気持ち。私どもの会社の先輩方が口々にですね、お客様に直接感謝いただける仕事なんだよって言ってますけれども、そのことがですね、私どもが提供している入浴サービスの価値を表しているのかなというふうに思っております。新入社員の方々にたくさん入っていただきたいんですけれども、入っていただくてそれで終わりじゃなくって、もうその方々が生きがいを持って、長く働いていただけるように、特に女性の結婚して育児をしても家庭と両立していただけるような職場、それから外国人の方々が入ってこられるような職場、また人生100年時代になりますので、高齢になってからも継続して働けるような職場、そういうですね、多様な方々がストレスなく働いていける職場、これをですね実現していきたいと思っております。人生100年時代において、その地域のお住まいの地域の健康と福祉に貢献する先端企業というふうに、思っているんですけれども、社員の方の成長もですね、そのようにシンクロした形にしていただきたいと思っています。具体的に言いますと、その人の個性に合わせた形で、その地域の健康と福祉に
堂々と貢献していける人材、独り立ちして、自らが主体的に、地域の健康と福祉を主導していけるような、まあ、そういう人材になっていただきたいなと思っております。自分に合わせた働き方が選べる会社です。目の前のお客様と向き合えるお仕事です。年齢経験に関係なく風通しのいい働きやすい職場です。地域貢献につながっています。大切な仲間がいる職場です。若いスタッフからたくさんエネルギーをもらっています。家族みたいな存在です。